ジムフィット01のレスミニズボディーコンバットインストラクターの須崎です。こんにちは。はい、今回は、ボディーコンバット87番新曲のリリースの説明を簡単にご紹介していきたいと思います。今回ですね、レスミルズの新曲なんですけれども、ニュージーランドの、南東にある大自然の中で、撮影がされております。他の YouTube の動画でも、もう短い動画アップされてるとは思うんですけれども、ぜひですね、そちらの方もチェックして見ていただければと思います。で、今回ですね、ボディーコンバットは、全てのトラックですごく特筆すべき点っていうのがたくさんありまして、その中でも、まずパワートラック、パンチ系のトラックになります。で、こちらはですね、皆さんの気持ちをより高揚させるトラックとなっております。なので、シンプルな動きの中でもよりかっこよさだったりとか力強さだったりとかっていうのがたくさん入ってくるような、パワートラックになっております。そしてコンバットトラック、パンチとかキックとかを、一緒に使うトラックですね。こちらは皆さんの能力を高めるトレーニングというふうになっております。なので、より皆さんの、パンチ、キック力だったりとか、体をより良くしていくような、トラックになってますので、ぜひですね、今回の新曲楽しんでいただければと思います。で、その中でもですね、今回、ちょっと新しい動きとして入ってくるのがトラック4、4つ、トラック4ですね、こちらの中で入ってくる動きとして、サイドキックとフロントキックのコンビネーションというのが入ってきます。そして、今までの、コンビネーション、サイドキックとフロントキックのコンビネーションというのは今までも入ってはきていたんですけれども、同じ足、サイドキックとフロントキック、同じ足でやってた、コンビネーションがあるんですけれども、今回はサイドキックをした後に反対側の足でスイッチしてキックを打つ動作っていうのが入ってきます。で、これによって、基本的には臀筋、お尻の筋肉だったりとか大腿四頭筋、あとは股関節の外転筋など、皆さんのこの足回りっていうのをより強化していくようなトレーニングとなっております。さらに、バランス能力だったりとか、コア、体幹を鍛えるトレーニングにもとても有効なので、ぜひですね、皆さんにもこのリリースで、そのトラック4をですね、試して楽しんでいただければと思いますので、ぜひお楽しみに。はい、それではですね、こんなところで今回の、新曲の説明を簡単にですが終わっていきたいと思います。もしですね、この動画良かったら、高評価だったりとかですね、あとチャンネル登録っていうのが、今のですね、YouTube では流行っているようなので、ぜひですね、こちらよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。